花尾義郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾義郎です。今週もね、金尾義郎の音楽魂、楽しくやっていきたいと思います。おなじみ高橋真子さん、こんにちは。こんにちは。昨日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、昨日ちょっとおらびすぎましたけどもですね、ね、松下としみさん。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ですね、まあ早速今日はね、スペシャルゲスト、久しぶりになりますね、司桜田の二人です。ですね、素晴らしい、ね、改めてね、ご紹介いたしましょう。司桜田の二人です。どうもこんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。まあ、ブルースハープのね、鈴木司さん、ね、それと桜田たけしさんということでね、まあもう個人的にはね、いろいろ一緒に、まあ、コラボレーションをやらせてもらったりもしてますけども、お二人が、揃うっていうのはもう久しぶりですよね。っていうか、このラジオはね、ラジオはね、久しぶりですね。ねえ、4年ぶりぐらい、うん、?3、4年ぶりぐらい。そんなに経つ？そんな。これは1年ぶりぐらい。一人でちょこちょこでは。ああ、そうかそうか。うん、そうかそうかね、ね、まあ、まあ、横浜中心にね、活動して、はい、もうどれぐらいになりましょうかね、バンドは。10年。11年ぐらい。で、もう12年目に突入したのかな。2006年からやってるんで。そうなんだ。うん、このなんかそのアンサンブルがね、素晴らしい、誠さんいかがでしょうか、ね。素晴らしいですね。ねえ。
こうなんかずっと聞いていたいよ ね, ねなんかね、なんていうかな、こうやっぱりその生の良さっていうかね、うん、そういうものもあるし、なんかそのアンサンブルがすごいね、いい感じだよね。ね、うん、これ辺はあれですね、桜田のそのあれですね、ね、アレンジャーとしてのその才能ですね。そうか、僕はフレーズをあの、うん、吹いてる、まあ、作曲は作曲なんですけどね、はいはいはい、まあ、それをいかに桜田がアレンジするかという、うん、そういうなんかセンスが ね、僕もね、あの少し前に何回かあの桜田さんお見えになってね、あのやってもらったんだけども、その時のこう感じた、まあ、もともとリハとかやんないじゃないですか、ライブね、ちょっとで、その時の感覚っていうのがね、やっぱりちょっといい感じでね、入ってきたり、ほらベースがいなかったりなんかしたらベースを入れてくれたりとかで、そういうね、ことが即できるっていうのが、隙間産業なんでね、隙間産業なんで、ということでね、お楽しみいただきたいと思いますが、早速ね、なんかファックスメール来てますでしょうか、松下さんの方から、はい、いかがですか。はい、はい、金尾さん、誠さん、としみさん、ディレクターの山田さん、はい、撮影のキキさん、うん、本日ゲストの司さん、桜田さん、うん、こんにちは、こんにちは、日に日に寒さが増してきますね、うん、昨日のフライデー最高でした。金尾さんの板前修行の話も聞け、素敵な時間をありがとうございましたライブではなかなかお話ができなくて、でも音楽魂の魂をしっかりと感じています、まあ、今日は司さん、桜田さんとともにどんなお話が聞けるか楽しみです、うんうんうん、リクエストはお任せします、よろしくお願いします。体調管理を万全に、また皆様にお会いできる日を楽しみにしています。ルンルン気分で帰宅した、清水佳代子さん、あ、清水佳代子さんね、ありがとうございます。そう、プレゼントいただいてですね、アイマスクみたいな、アイマスク、ホットアイマスク、ホット、うん、おあれ早速昨日使ったのよ、うん、どうだった、もうすぐ寝たすぐ寝たよね。でもね、あれつけてたらね、僕自然にね、うん、朝目が覚めるとね、取っちゃってんだよね、あ、ちょっとあったかくなってすぐ、うん、だからまあ寝相が悪いのかな、俺ね、寝相、うん、でもすごいすっきり目覚めましたけどもね、ありがとうございます。なんかいろんなね、はい、どうもいただいて、そして昨日もね、まあ、昨日はフライデーでねやりましたけども、まあ日に日にちょっと時間をかけてね頑張っていきたいと思います、音楽魂ライブもね、ということで、もう一方ありましょうか。ありますね、うん、また行きますか、そっち、うん、すいません、移動して、はい、皆さんこんにちは、うん、こちらは朝から雨が降り続いていて、災害空気が心配になるくらいの天気です、うん、そして司さんと桜田のお二人お帰りなさい、うん、考えたら司さんも久しぶりだけど、桜田さんは本当にお久しぶりのご出演ですよね、うん、この日を待ってました。今日は久しぶりに気持ちの良いブルースを楽しみますね、うん、お二方も長いようで短い1時間を目いっぱい楽しんでください、はい、さて昨日ノーベル文学賞が発表されましたが、うん、実は、うん、オイラは若い頃和夫石黒さんの作品の映画化のお手伝いをしました、うん、ボランティアでしたけど、うん、なのでびっくりしました。全く縁もゆかりもない方ではあるけど、なんだか誇らしげな気持ちになるもんですね。しかも九州は長崎生まれです。そうなんだね。そうなんですね、うん、そうなんですよ。うん、去年の大隅教授といい、うん、九州出身の方が勢いづいてきているかもしれませんよ、うん、金尾さん。金尾さんって言うの、何が言いたいとや言うてみいやろ今日もノーベル賞並みの貢献度で聞いている人たちが幸せな気分になる放送を楽しますね、はい、リクエスト、司さんの桜田さんには家へ帰ろう、うん、Get out of my life woman、はい、だけど何でも OK、はい、金尾さん、ダイナマイト、筑豊ブルース、うん、だけど何でも OK 、うん、はい、PS フライデーライブお楽しみでした、うん、はい、先週末のカラス、うん、カラスさんですね、 WC カラス、カラスさんも、はい、金尾さんによろしくお伝えくださいって言ってましたよ。一回飲もうやつってね、言う、コージーと3人で飲んだらどうなるかねめちゃくちゃ そういう話をしてるんですけどもね、はい、岡、はい、丘ってこれ福岡の丘ね、はい、丘に帰ってくる前の島も楽しんでください。福島ですね、はい、福島ね、福島行きます明日から、うん、それと今からもう20日の青ちゃん、うん、
こと青山春弘くんの出演も楽しみにしています。あ、青山春弘さんね、はい、は来週になりましょうかね、ゲストはね、ミキさんでした、はい、博多のミキさん、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、リクエストのお答えしていただけるんですかね。やっぱ福岡の、ね、方とかもね、やっぱりこの番組でなんかご紹介したらみんなね、やっぱり聞いていただいてたりとか、地方の方もね、聞いていただけるようになりました、おかげさまで、ね、九州行きましょう今度ね、え、行きたいよね。行けないですか塚さん。俺ね4月に行きますね、ちょっと身内の結婚式で。あ、当然そうなる、ね、そうそうそう、なるほどね。でも福岡のね、僕の友達なんかもね、塚さんよく知ってるもん。そうですか。うん、福岡にもね、僕のすごい昔からの昭和っていうところで歌ってた仲間が、やっぱハーモニカ吹いてる人がいて、中野茂樹君ってね、いやー、塚さんはすごいよね、ありがとうございます、知れ渡っておりますけどもね。そうですか、うん、今日のね、中のちょっとお客様もね、大ちゃんも来てくれて、大ちゃんもともとなんか塚田君の同級生なんです、こう見えて。え、あ、同級生だったんだ。そうなんですよ。そうかそうか、ね、弟子ハーモニカねやってるし ね、大ちゃん、で今日はもうスポンサー様でもねいらっしゃるね、米子のね、川上さん、どうもどうも、二度目でしたっけ、ね、お楽しみいただきたいと思いますけどもですね、こうやってね、じゃあまあ早速ね、塚さんと桜田お二人にですね、ちょっと続けてやってみますか。はい、どういうのやりましょうかね今度。ミステリートレインでもやってみましょうか、ね、いいですね、走りますか、機関車行ってみますか、はい、you
久しぶりだからサービスしよう。これ2時間30分の曲。本当。いやこれはねすごいよね。これやっぱりあれですか、このあもうファックス来ましたね。メールが どんどん来てますけども、ちょっと一応、素晴らしいですね、あのミステリートレイン。まああの元々2人の出会いっていうのはどういうことをきっかけになったんですか。もともとはあの司さんの一番弟子、がいて、ハーモニカの、ハーモニカの一番弟子がいて、はいはい、それと僕が、まあ、たまたま出会って、で一緒にやろうかっつってやってたんですよ、最初。でそれが2003年ぐらい で、で2006年ぐらいに、まあ、その彼も、今ローラーコースターっていうバンドでハーモニカ吹いてますけど、まあ、そっちで忙しくなってきて、で僕もちょっと違うバンド始めたりとかいろいろしてたんですけど、その頃に司さんが、ちょっとソロでやりたいから、弾いてくんねえかと。あ、そういうことなんだ。それの時は何、鬼殺しとか。もうそうですね、ね、だから最初出会いはあの、その孝太郎っていうその一番弟子のやつがいて、そいつが桜田を鬼殺しのライブに連れてきたのが最初だ。そうそうそう、最初、ね、それが出会いでしたね。はははははは、なるほどね、でもその、まあ、エディ・バンさんとか、あの和田静雄さんのベイサイドストリ、あのストリートバンド、ストリートバンド、はい、それもやってますよね。やってますね今ね、はい、その前はあれあれでしょ、あのチーボーさんとかもやってた。あ、やってましたね。チーボーちゃんとは9年やってましたかね。ねえ、それ長いよね。それが一番鬼殺しよりも前。いやいや、やっぱりね、あのエディバンさんにしてもチーボーさんにしても、和田さんにしてもやっぱり鬼殺しが一番最初なんですね。あ、そうなんですか。そこからまあエディさんに知り合って、それからこういろんな人の紹介があって、だからまあ鬼殺しが最初ですけど、やっぱり25年ですね、来年で。でまあ鬼殺しやっててエディさんに出会ったのがやっぱり、あのエディさんがあって今のジムがありみたいな部分もありますね。エディさんはね、俺もしょっちゅう飲んでたの、のげで。お前またいるのみたいな感じで。うん、だからもう昔からね、もうのげよくの、会ってたんですよ。それで、ずっと口説いてたんだけども、やっとね、やっとしょうがねえな、つって来てくれたんですけどもね。ああ、そうだ、その時僕来れなかったけどね。そう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 。それでエディさんはね、腰を、で、あの1週間遅れでね、そう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 、で、あのね、で、そういうセッティングしてたんだけども、なんか腰痛めちゃってみたいなね、そういうことありましたけどもですね、あの、まあ、横浜はどうでしょう、素敵な横浜はどうでしょう。いや、僕はもう大好きなんだけど、あ、大好きですよ、ね、横浜は最高ですよね、横浜 ね、なんかね、僕も九州で田舎だから、もうずっと東京にいるとね、ちょっと疲れちゃうんだよね。一緒一緒、もうなんか最近六本木とか新宿の仕事が来ると、嫌ですよね、ね。なんか面倒なんかね、若い頃は、あのああいうとこ好きだったけど、なんかちょっとね疲れてくるよね。嫌ですね、ちょっと仕事来なくなっちゃうんで。そう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 。まあね、まあね、だから仕事がない時はそう、わざわざ好んでね、渋谷に行くっていうことはあんまり なくなったよね。そうですね、だんだんそういう年頃になりましたからね。あ、マコさんは都会好きだから。あ、俺都会好きだな、ね、あ、ほらコンビニがないと生きていけない。そうそう、コンビニはですね健康だからコンビニは行かない。松下さんはいかがですか。その田舎と都会っていうのは。
今はでもうちの周り今工事中なんですよ、あっちもこっちも、なんかちっちゃな家を全部壊してビルにしてるのね。だ目の前にね、今度15階建てのマンションが建ってて、そういうのに囲まれてると、あ、やっぱちょっと静かなところで朝を迎えたいなという感じがしますね、今はね。でも田舎帰ると3日で飽きちゃう。ちょっとやっぱりこっちがやっぱ長いので。やっぱコンビニですかね。コンビニ、コンビニですかね。コンビニでも用がないの入っちゃいますよね、なんか。いや、僕はね、隣に連れられて。もともと物静かでね、何今ね。いや、そういう田舎っていうか好きなんだけど、ただ屋久島に俺住もうと思ってた頃があって、屋久島、移住しようと思ってたね。行ってみたいね。それで行ったんだけど、もう8時になると真っ暗なのよ。ああ、なるほどね。月明かりはパッと出るぐらいの感じでね。赤ちょうちんがないんだよね。赤ちょうちんはないでしょ。自分で持っていくしかない。自分でちょうちんぶら下げながら一杯やるしかないね。でもね、そういうことあったんだね。お金もないのにね、土地とか見たりなんかして、見せてもらったりなんかして。でもね、あれなんだよ。結構ね、敷地内に小川が流れてたり温泉が出てたりするところを見たのよ。見てそこに住もうと思ったんだけど、やっぱちょっと無理だったね。屋久島って雨が多いんでしょ。だってもちろんもちろんやっぱだから、ね、植物がね育つんだけど、そういうふうに思ってた時期もありましたけどね。だから都会まあでもね、都会に慣れてるまこさんとかっていうのはあんまりそういう疲れはしないの？まあ、満員電車とか大丈夫？全然。そうなんだ。俺人大好きなの。ね。ということでね、司さんと桜田さんのねスケジュールご紹介しましょうか。今後の予定と言いますとで、一番近いところは、10月14日になりましょうか。はい。土曜日。10月14日、これはね、20時スタート、横浜スモーキーですね。はい。僕もね、よくお邪魔してますけども。この日は桜田の誕生日です。14日おめでとうございます。ありがとうございます。桜田武さんお誕生日ということでね。天秤座です。なるほどね。これ横浜スモーキーですね、14日。皆さんね、お誘い合わせの上ね。川のね、ふもとの素敵なバー。素敵なバーですよね。バーですよね。最高ですね、あそこは。その後がですね、10月19日、木曜日、これ、トスカ、オールウェイズ。はい、トスカですね、オールが。踊り場、駅だと踊り場の駅ですけどね。踊り場っていう駅があるんですね。踊り場って駅から徒歩で。何線ですか、踊り場。これ、ブルーライン。市営地下ですか。ブルーラインですね。踊り場の駅から2分ということでですね。戸塚オールウェイズ。それで、あと、11月4日金曜日が、はい。これ、ハイダウェイ。ハイダウェイ。はい。これ、南林間。南林間、ハイダウェイ。ね。みんな同じようなとこでライブやってるんですよ。大体同じとこぐるぐる。そう。ハイダウェイもまたね、感じがいい店でね。いいですよ、あそこも。ね。最高ですね。うん。この間もね、お世話になりましたけどもですね。そういうね、ことでね、近場はそういう感じになっておりましょうかね。はい。お楽しみいただきたいと思いますけども、はい、メールファックス来てますでしょうか、ね、リクエストが来てますよ、お二人に、はい、千葉さん、トール千葉さん、千葉さん、金尾さん、誠さん、としみさん、そして司さん、はい、桜田さん、こんにちは。こんにちは。今日も楽しく聞かせてもらっております、今日は初めてリクエストを投稿させていただきます、Bring it on home to me。 司さん、桜田さんがゲストということで、ぜひともお願いしたいです。よろしくお願いします。そして肌寒くなってきましたので、皆様お体にはご自愛くださいませ。iPhone からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。初めてね。初めてだっけ、千葉さん。千葉さん初めてですよ。そうですか、どうしよう。ちょっとやってみますか。やってみますか。ブリン。これフルコーラスいっちゃいますか。2時間30分かかりますか。2時間30分ですね。行ってみますか。はい、じゃあリクエストにね、お答えしましょう。千葉さん、のリクエストにお答えしましょう。 Bring it on home to me。
If you ever change your mind about leaving, leaving me behind, baby, bring it to me, bring your sweet loving. ね、あれだよね、いやもう最近俺もちょっと慣れたけど、最初の頃ってあの声が俺もでかいんで普通に歌うと割れちゃうんですよ。だから割れたのは修正できないんで、立ってラジオやってたんだ俺。ああ、こうやって立って、あ、気持ちわかるね、どうもこんにちはっつって歌う時は歌なるほどね、で立ってわーって歌ってこう座るっていうね、そんなことも試してみたことあったな。だからそうやればよかったね。いや、あの本当に座って歌うっていうのは僕あんまり、うん、あのめったにしないんだけど、まあ少しずつ慣れてくるよね。で椅子に座るときにね、
ケツを、あ、失礼しました。あの、お尻をギリギリのとこまで持っていくのよ。そう、いやいや、こう、一番前、ね、前、うん。そうすると、あの腹にも入る力。だから座るときは、椅子を深く座らないで、前にちょっと出すと、声が出るんで、あのピアノのお稽古はまず最初にそれを言われるらしいですね。あ、本当、ね、椅子をこう前姿勢が良くなるしね。そういうあのほら笑われましたけど、ね、あ、来てますかファックス、今メール今来てますが、ということでね、どうしましょうか。俺なんか歌う、そうリクエスト来てたけどね、ダイナマイトかチコブルー、チコブルーですね。ハーモニカちょっとにあのちょっと難しいのあれ、あのキーが、あ、そう、あれはね誰でも難しいっていうね。あ、そう、うん、スクールブルースはね、あの F シャブなんだっけ、あれ、それはマイナー、うん、それはね、あのハーモニカはね難しいのよ。だからね、ファニーかな、うん、ファニーエンジェルある、ちょっと、まあ、俺やっと大丈夫ですよ、チクホーでもなんでチク、お、出ました、あ、かっこいい、じゃあやる、ダイナマイトの方がハーモニカがいい感じじゃない。ダイナマイト。やってみようか。翔ちゃんはダイナマイト大好きです。あ、川上さん今日いらしてますけど、まあ、ちょっと一言いかがですか、ね、どうもこんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。どうも。ね、りました、あの、夜なごでね、お世話になってね、すごいのよ、ごちそうが。11月6日。11月6日。カニが解禁です。カニが解禁。いやー、11月行きたいな。カニがね、もうカニ三昧、俺30年ぶりぐらいにカニ食べたからね。ねえ、行きたいですよね、米子。本当にね、あの時僕生まれて初めて行ったんですけどね。はい、あのすごい楽しかったけど、どうしましょうか。うん、エフサップマイナー。ダイナマイト。ダイナマイトいきますか。じゃあ川上さんのね、翔太郎さんのリクエストのことで、リクエストしてね、無理やりリクエストで、コーラスもね、ここら辺で やれますか、松下さん、はい、今日マイクが少ないんで、はい、いいですか、はい、いきましょう。
はい、金尾城ダイナマイトをお届けしましたけどもね、これは博多のミキさんのリクエストにお答えいたしました。博多のね、ミキさん、まあ、今度ね、今週っていうか明日からだ。明日から福島行きますね、そのスケジュール予定明日はね福島郡山ですね、郡山、M&J ということで、お世話になります。これキハッちゃんのお店ですね。キハッちゃんとのおかしいけどね、矢沢永吉のモノマネする、ね、もうあのね郡山に矢沢永吉がいるんですよ。えーちゃん、うん、それでまああのそこのお店がねちょっと大きくなったということでね、 M&J 明日ですね、はい、明日行きますけども、明日の夜は M&J、明日というと明後日が、8日、8日になりましょうか。8日はね、須賀川のプカプカっていうところでね、はい、金ちゃんソソさんにね会いにお世話になりますけどもですね、プカバンドと、そう、あのねでもね今回だから急遽決まったので、なかなかね宣伝もできなかったんですけども、やっぱり第3のふるさとと言いましょうかね、第2じゃない、うん、第2は横浜なんですよ。でまあそういう感じになりますけどもね。でそれからですね、来週がもう福岡ですね、長崎に、14日、14日長崎 の, 海あの西の海公園、土曜歌市っていうね野外ライブですね、これが14日になりましょうかね。で15日が B1 になりますね、博多 B1、これがね博多の地元の方々のねご協力を得ましてですね、博多のバンドと一緒に、やらせていただきます。ドラム B1 ですね、これが10月15日、これイクマライダー、バッドスタッフ、これは昔の僕の、友達のバンド、ハードロックバンドですね。でガン近藤さん、これはもうソウルフルなねボーカリストがいるんです。ガン近藤さんって女性なんですけどもね、素晴らしいですね。で、他はですね、いや今急&里美さん、今急っていうのはクリスタルキングのキーボードの方、それで、まあ、全国いろいろ活躍していらっしゃる方で、今急さんとはね初めてお会いしますが、楽しみですね。で里美さんはもともと少し知ってたんですけども、であとちょっと長いバンドのパブリックエクゾシカ、バニーロード、バンロード、エクゾシカ、バンロード、バンロード、バンドロード、パブリッククラブバンド、言えないですね僕なかなかね。そういう地元のねバンドの方、初めてお会いしますけども、でいろんなね方も40年ぶりにね元のバンドのメンバーとかも集まってくれるんですよね、それはねすごくね嬉しいことですよね。5時スタートになってますよ。そう、これはちょっと早いんですね、はい、5時から、スタートしますが、10月15日で前売りチケットはね今発売中ですね、ボーダーラインというレコード屋さんとかねいろいろねお手合わせしていただきたいと思います。ということでね、自分のスケジュールをいつも忘れるんで言いましたけども、真子さん今日サンタナデーですか。今日はね横浜でサムズアップ、サムズアップ、ね、ディスコナイトなんですよね。ディスコナイト、それでクラシックロックトリビュートバンドっていうのをね、そうマック清水君たちと一緒にやりますよ。そうですか、ディスコサンタナやるんですか。サンタナやるんですよ。サンタナマッククリアウォーターリバイバル、ああそういうね昔のいいですよね、そういう曲もね、僕もサンタナちょっとやんなきゃいけないの。それはね福島から帰ってきて11日これ荻窪のルースターでね、ちょっと顔出すだけなんですけども、うん、サンタナデイ祭りっていうのがあるんですよ。それでギターの稲葉さんっていうね小田和正さんとかの、まあ、ギターの来て、その時にね九州から今久さんも来るわけ、でその時初めてお会いできる。でベースは浅田君、信濃ロケッツのね、でドラムはごぼうさんとかいろいろやるんで、連絡があって加納さんサンタナなんですけど歌えませんかって言ったサンタナお前歌いませんか。何でもいや実は俺もディスコで嫌っていうほど歌ってた昔、ディスコバンドでボーカルやってたからデビュー前に、で1日70曲ぐらい歌ってたのよ流行り歌を。
だから歌おうと思ったら歌えるけど、うん、まあサンタナギターだもんね。そうサンタナは歌ってないんですよ。そうそうサンタナは歌ってないんですよ。サンタナの中のほら曲があるじゃない。そうだからちょこっとねあの顔出します、うん、これ11日ね荻窪ブルースターあのちょっとお邪魔させていただきますけどもですね、続々とねあのこのあの入ってますが、うん、来週のゲストはね、青山晴弘さん。あこれはあのソウルシンガーですね。あ20日でしょ。20日じゃないの。13。あごめんなさい、20日でした ね、 ね、うん、来週は来週はいない。来週入れてないの忘れてた。長崎に行くて1日前、うん、ということでね忘れてましたけど、まあ、こんな私です、お許しください、ね。でね、リクエスト先ほどミキさんからありました、この塚さんと桜田さんにねリクエストありましたけど、僕もね大好きな歌で、うち、ん、へ帰ろうっていう歌がオリジナルがありますよね。あれは誠さんもちょっと入って やってみますかね。これキーなん A です、ね、キーなんで始まるからねこの音楽魂が。もう作って25年経ちますね。あこれ、うん、そんな前の曲なんだ。そうです、僕が32歳の時に作りました。なるほどね。ははでもなんかいい曲って色褪せないよね、うん、いいこと言うでしょ僕も。うん、時代は関係ないもんね。そうだね、うん、じゃあ、行きましょうか。家へ帰ろう。
ということでですね、司&桜田のお二人今日はね、いらしてますけどもですね、久しぶりどうでした？楽しいでしょ？楽しいですね。楽しいですね。ね、まあ、自分たちが楽しむっておそらくね、聞いてらっしゃる方もね、楽しいと思いますけどもですね。もうおかげさまでもうね、この番組も9年になりましたけどもですね、はい、早いものですけども。こうやって皆様がね聞いていただくことが、ね、だん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 増えてきております。本当にねありがたいことだと思います。支えていただいたスポンサー様のおかげっていうねこれちょっとよいしょいしてるでちょっとみんなでなんか途中になるかもしれないけどやっていきますか。はい、どっちどっち。ファニーエイジ行こう。ファニーエイジ、もうこれ絶対途中になる絶対途中になるけど行こうか。雪かう人の中に
姿優しい、あの人は今はない。